誰か来るかな。お、来た。おはよう。ちょっとボソボソ。こんばんは。お疲れ様って、ありがとう、お疲れ、ありがとう、星ありがとうね。こんばんは。雪の消しありがとう、雪の消しありがとう、雪の消しありがとう。泣いてないよ、ハートありがとう。元気ないえ、うん、元気だよ。こんにちは、ナナ、こんばんは。ありがとうございます。星ありがとう、雪の消しありがとう、星ありがとう。お疲れ様、ありがとう。こんにちは、ななん。お、ありがとうございます。くまちゃん、今日はどうだった？今日は楽しかったですよ。ハートありがとう。スノードームありがとう。こんにちは、こんばんは。楽しかった、おはよう。楽しかったけどどうだったかな、皆様。こんばんは、お疲れ様、ありがとう。さっきお弁当1個食べたけど、なんかまだ食べれそう、どうしようなって感じ。キュンキュンラブリー、雪の消しありがとう。食べれてありがとう。昨日よりできどうだろう。うん、もし、分かんない。発音もありがとう、お疲れありがとう。キュンキュンラブリー、今日も可愛いね、ありがとう。こんにちは、ナナ、雪の化粧ありがとう。こんばんは、ハートありがとう。元気ですよ、ラブレターありがとう。こんにちは、ナナ。今日ね、どうでしたか？来てくださった方いますか？雪の消しありがとう。こんばんは。そう、アンズさんが、こんにちは、ナナ、ハートありがとう。めっちゃ可愛いですか？ありがとうございます、ハートありがとうございます。誰もありがとう、ハートありがとう。今日も可愛いね、ありがとう。こんにちは、ナナ、ハートありがとう、ハートありがとう。こんばんは、ハートのバッテリーありがとうございます。ハートのバッテリーありがとうございます。ハートありがとう、ハートありがとう。こんばんは、誰もありがとうございます。そうだね、雪の消しありがとうございます。怪我ありがとうね。ハスオもありがとうございます。こんばんは。うん、キュンキュンラブリー、ハロー、こんばんは。そうだね、なんかね、こんばんは、今日も可愛いね、ありがとう。今日はそれでも見えましたよ、ありがとうね。来てくれた方、振ってくれた方、結婚していいよ。今日も可愛いね、ありがとう。雪の消しありがとう。なんかこの期間、可愛い、ありがとう。とても可愛いですか？この期間は本当にそうですね、先輩と初めてのステージなんですけど、教わることがたくさんです。今日もありがとう、2度目の方もありがとう。今日も可愛いね、ありがとう。お弁当食べました、ハンドありがとう。雪明けしありがとう、ハンドありがとう。でもまだ、もう一個お弁当がここにあって、2度目の方もありがとう。ほら、食べちゃおっかなって。今日も本編見れなかったの。こんばんは。今日の弁当は
1個目食べたのは油淋鶏とか。こんばんは。なんだでもあれです、何でしたっけ、S のチーム S の方のリハーサルを2曲くらい見させていただきました。どんなお弁当、今もこれやばいこんな感じ。ちょっと待って、汚いよね絶対。ちょっと待ってね、やばいよいしょよいしょ、やばいです今落ちましたね携帯が。何かあったかな、わかんないけど、ちょっと待ってね。 OK、 事故。おいしょっと、わ、そう事故だ。リハはちょっと 2曲ぐらい見させていただきました。どうもありがとうございます。それではいただきます。牛丼にはご飯はついてないよ。ほんとうまの選びありがとう。ちょっとだけスマホが汚れましたね。煮汁の鉢ありがとう。なんか学ぶことが多いので、それを生かしていけたらいいなって思います。もっ髪の毛盗んでる、ここほんとありがとう、おいしいね、ありがとうございます。明日は結構来てくれるって方いた気がするんだけど、日々勉強です。もめ届いた、よかった。いいですね、あんずさん。今週いいよ。明日来てくれるの嬉しいです。星ありがとうございます。星ありがとうございます。なんか先輩と一緒にやれるのとっても嬉しいんですけど。迷惑かけてしまうこともやっぱりあるから、なんか申し訳ないって気持ちもあります。これ魚の種類私あんまり分かんないんですよね。もつ鍋いいな、マム制服の、あ、今日も取ったんですよね、だから送ろうかと思ったけど、送ってなかった。どうもありがとうございます。目遅れた、ニャッホー、全然ないです、ごめんなさい。でもなんか本当に申し訳ないです。みんなが通る道、本当ね、見たと思う、目合わなかった、星ありがとうね、ハートありがとう。卒業発表したんですか、そうなの、先輩に目で迷惑かけちゃった、
ジェイキの先輩はかっこいいです。本当に一緒にパフォーマンスできることが光栄。最大限の力。頑張ったよ。頑張った。準備の方もありがとうございます。先輩の、ほら先輩できるのかな。虹色の星ありがとうございます。誰もありがとう。ありがとね、素敵だと思って。そうだね、これからどんどん、一回やったことはもう学んで次に生かしたいと思います。頑張ってよ。あ、くまちゃんありがとう。やばい、食べ過ぎ。昨日もお弁当2個食べた。でも美味しい。こんばんは、お疲れ、ありがとう。お疲れ、ありがとう。うん、まよくごめんま。ねえ、先輩、ほんと？なあ！ねえ、やめないよ。ご上心、持ち続けます。ファイト、ありがとう。ダメだ、ありがとう。ついてるかな、自信。頑張った、ご褒美。そうだね。これ何？さつまいもかな？虹の星、ありがとう。初音もありがとう。そじゃん。にゃん。なんか美味しいご飯もっと食べる。確かに、やっほー。ありがとう、素敵だったとこたくさん送ってくれたの。ありがとうね。これは食べれない。え、これってさ、伊達巻きじゃね？経験で、確かに ASM、 いやだ、恥ずかしいな。初めてでごゆくます。うまっ。やばい方だと思う。わかんない。でもかまぼこも入ってるもん。だってこんななみなみになってるのはだて巻きじゃない？おせちじゃないよ。だって、え、唐揚げとかはさ、が食べれないって言ったの。これね、これって食べるものなの？こんな食べたことない。食べれるなら食べる。なじまきなのかな、これ。ハートありがとう。なみなみになってんだよ。食べれるの、これ。これ何なんだろう。パセリ。え、食べれる。食べようかな、じゃあ。食べるね。何と一緒に食べればいいんやろ。消化を助ける。え、食べるしかないよ、そんな。これ何？何の？太陽ソース？何何何何？やばいやばい。何これは？ウスターソース。あ、エビフライにかけるやつか。でも私はかけませんね。パセリ苦手？え、まあ栄養あるな。え、消化を助けてくれるのは食べようかな。じゃあなんか肉団子みたいなやつと一緒に食べようと思います。でもこれ何か分かんなかったんだよね。さらにもらって食べたんだけど、
食べれるかな。まあまあまあ食べれなくない。こんばんは。うんうん、ほんとだ。まあそんなめっちゃ好きな味とかじゃないけど食べれますね。勢いある。あ、めっちゃ久しぶり。チュラさん解散だね。壊れたかと思った。壊れてないよ。苦くない。なんか草の味する。ちゃんとありがとう。うまっ。うん、辛いよね。辛いよね、絶対。めちゃくちゃの味した。辛いよね、それ、そうだよね。めちゃくちゃの味する。なにこれ。まあ、でも美味しい。美味しい、美味しい。草みたいなもの。森永さんに似てますか。でもよく言われます。森永さんとかモデルのリコさんに似てるってよく言われますね。栄養の宝庫。よかった。食べて。草食べて。なんかさ、桜餅の味とかそういう草の味しない。まああれの草とはちょっと違うんだけどさ。食べてありがとう。ほら、ありがとう。どうもありがとうございます。キューキューラブリー。草って何。うん、うん、そうだよね。パウダー、うん、あー、いいですね。パセリのパウダーなんかにかけるよね。あ、ほんと似てる。こんばんは。花の、は花の唯一無二。ありがとう。お米と一緒に食べてる。でも今食べてよ、お米も。うん、美味しいです。どうしよう。もうお家だよ。本当だと。ギフギフ。綺麗になった。本当。でもね、ママにも言われる。なんか、うん、なんとありがとう。虹色ありがとうございます。昨日のオープニングアクト可愛かった。本当に。ありがとう。可愛いね、シナモン。二度目の方もありがとうございます。あ、確かにパスタ、お肉、確かに泣いてないよ。ラブレターありがとう。セヨパセヨ、歯が縮れなくて。あ、そうなんだ。ハートありがとう。マイルーム、そう、マイルームからです。雪泣きしありがとう。そう、花はね、もう泣かないですよ。てか緊張もあんまりしてないかもしれないけど。いや、してるな。緊張はしてるけど、なんか前ほど自信がなくないから。かもしれない。どんどんありがとう。私ありがとう。ゆきやんかしありがとう。かわいさましてますか。本当にこんなに食べちゃうけど。うん、皆さん、うん、いい緊張感大事。ちょっと自信がつきました。緊張した。うん。このしぐれが美味しい。うん、マジ汚い。
楽しそうにはっきり踊ってるのが良すぎて。本当？よかった。ラブレターありがとう。ラブレターありがとう。うん、結構たくましくなったと思う。よっぽどのことがない限り泣かないかも。え、ライトありがとう。こんにちはな。ライトありがとう。そう、なんか本当になんか人前に立つのあんなに大勢の人にあのあれよ、そうあんなにお披露目の時はあんな大勢の前で立つの初めてだったから怖くて怖くて仕方がなかったの。でも今は応援してくれてる人がいるっていう事実が分かってるからとっても安心できる。その緊張はする。確かに久々に泣いた。ちぎれおにぎり食べるのが好き。おしありがとう。泣いたってあれかシュラさんか。なんか彼女募集しますって書いてあったね。人気ラブリー。うん、ちょっと慣れてきたかも。足に筋肉ついてきたかな。どうでしょう。え嫉妬。うん、鼻でいいじゃんって思ったけどね。フレームの時はそうなんだよね。そうでもね、本当にみんなの存在が花に、花は救われてる。なんか頭がいっぱいいっぱいになることとか最近結構あるんだけど、なんかみんなのために頑張ろうって思える。米うまっ。うん、花うん好き。うんうん、花に緊張は必要。ありがとう。じゃあ敵っていうか、だってさ、だってさ人間だから好きになってもらえるかどうかなんてわからないじゃんね。でしょ、みんな人間だから。そりゃさ全員に好かれることなんて無理じゃん。でも私は誰にも嫌われたくないって思っちゃう人なの。本当に良くないんだけどね。虹色の星ありがとう。人生そうだね、めっちゃお役に立ってます。初見じゃないですよね。キンキンラブリー。え、付き合おうよ、付き合おう、付き合おう先輩。うん、そうだよね。ハートありがとう。余裕が生まれてきた。でもなんかやっぱり練習もしなきゃいけない。どこでも本ありがとうございます。こんにちはのな。ハートありがとう。2度目の本もありがとう。さやちゃんと、え、今日帰り一緒に帰ったから話しましたよ。なんか、うん、ダンス難しいよねみたいな話をずっとして、ダンスの話をしてた。元気の源ことオイラです。まあ鼻押しじゃないですけどね。本当にありがとうございます。人間、そうそうそう、カズオもありがとうございます。こんばんは。雪の化粧ありがとう。ぜ、そうそう、贅沢なん、贅沢だけど、でも分かってるの。誰、そのみんながみんな自分のことを好きになるわけじゃないっていうのも分かってるけど、最初の印象で悪い印象を持たれたらどうしようっていうのをすごく不安だった。だってさ、最初オーディションさ、私よりも全然可愛い子もたくさんいっぱいいたし、てか私よりもてか可愛い子がしかいなかったから、なんでよかったのかっていうのがちょっとあれだったから、自信もなかったからね。そう、同期の仲間もいますので、花組ありがとう2度目の方もありがとう。ラブレターありがとう。ハートありがとう。わかるよね。そう、全員と仲良くしたいのうわ、それで、え、仲いいよ。え、前の応援してくれる人あったけど、うん、そうです。
ぐわせいちゃん元気だよ。岐阜県民も花菜が大好き。よかった。そうそうなの、そうなの、そうなの、受からなかった。そうなの、私が受かったから受からなかったって子たちもいるかもしれないじゃん。でなんかそう最初悪い方が逆にそうかな、最初衝撃すぎたそうだよね、素朴な子、その結構素朴だよね、自分でも思うけど。ハートいっぱいありがとう。この子ダメだよとか思わない？いやでも人間だから何があるか分かんないですよ。まあでもみんなもう今は分かったよ、みんな優しいから。うん、うん、うん、リルメンバー増えてほしいです。いや花大好きかまぼこ、楽しさ分かってきたみたい。楽しいよ今、推しの傾向的に素朴な子に惹かれがち。あ、結構素朴な子代表みたいな顔してない可愛さだけ頑張ってる子が頑張ろうじゃあ。お顔マジありがとう、ありがとう。え、止まっちゃう、ちょっと待って、どうかな。そう、エビフライ食べた。あの SK の原石だと思ってます、ありがとう。え、これ本当に美味しそう。かまぼこ大好きなんだけど、うん、花は本当にすっぴんになるといつも思うの、ね、なんか花の顔って田舎娘みたいな顔してるなって思う。おいしい。でもこれから仕事来ますか。こんばんは。うん、おいしい。かまぼこ大好き。ちいかまみゆちゃん好きなんだ。オービングアクターでずっとお花が見てたね。え、結構目合わなかった。どう。こんばんは。かまぼこ、おし、え、それな、黒豆とかも花好きなんだよね。あと数の子も大好き。こんばんは、今日の花ちゃん部活。それな、あとありがとう。俺も何の顔だから大丈夫。何何、いや、かまぼこ大好きなの。うん、茶飯も美味しいよね。おせち大好き。そう、おせち大好きなの。めっちゃ美味しいよね、おせちって。栗きんとんとかも入ってん、違う、栗のさ、なんか入ってんじゃん、栗きんとんかな。やじゅんに花が、いや、ぜひ待ってます見て、たけのこ、これは昨日も食べたんですけど本当ありがとう。お正月はお雑煮食べます。うん、和食の方が好きかな。キュンキュンラブリー。おせちうまいけど、それな、うん、なんだよね。でもなんかおばあちゃん家で年越し、違う、1月1日とかにおばあちゃん家に行ったりするんだけど、その時におばあちゃんがいつも煮物を作ってくれるの。めっちゃ美味しいの、それが。栗の甘露煮、うん、好き。正直めっちゃ、そうだよね、下手側にさ、
目さ、結構ずっと目合ってたよね。これ嫌なの？多分ね。顔も和風、そうだね、洋風ではないかな。うん、和食の方が好きだね。何だろう、うちのお雑煮。お雑煮ってさ、お雑煮ってあれだよね、だしのやつだよね。ちょっとお邪魔して。FC 岐阜の応援隊出たい。私サッカーもやってたので、筑前煮、そうかもしれない、筑前煮かも。祖母の家のすき焼き、すき焼きね、すき焼きといえばね、あのエピソードあって、なんかあのなんか年越しの12月31日に弟とお母さんが喧嘩して、お母さんがすき焼き作ろうとしてたんですけど、もう作らないって言って、結局花が作ったの。岐阜のお雑煮、え、わかんない、うちのお雑煮は普通にだ、何だしかわかんないけど、なんか醤油わかんないけどに、普通なんか小松菜とかまぼことお餅が入ってるやつです。サッカーやってましたよ、小学生の時。肌ありがとう。もうあんまり覚えてないけど、元気レベル、ポジションはできなすぎてベンチ。あた、ありがとう。ハナナのすき焼き食べる？作れるよ。めっちゃおもろいよね。結局ハナが作った。星ありがとう。学生時代何かやってました？何かやってました。わ、虫味噌汁に匂い、美味しいね。そう、多分クラの時の味で作る。うん、そう、ベンチベンチ。おいしい、うまっ、うまっ。こんな岐阜と名古屋は違わない気がする。中学生の時サッカーですか？いいね。くまちゃんありがとう。よしぎ、応援しなきゃ。でもなんか中学の同級生とかにいましたよ。よし、違うな。いや、FC ギフだったかな、名古屋グランパスだったかわかんないけど、そういうののアンダーなんとかみたいなのに入ってる子とかいませんでした？まあ、そういうのいた気がする、そういう人。サッカー言ってました。え、わかる、補欠だよね。そう、女の子でサッカーやる、そう、なんか弟がやってて、だから影響されて世界人になってからサッカー始め、え、いいじゃん。雪だけちゃん、ありがとう。こんばんは。お雑煮の餅はカッコ餅です。丸餅はね、食べたことないかも。そんな前がついて心配になってありがとう。でもね、もうね、強くなったからね、大丈夫だよ。ごめんね、あんな泣いてるところばっかり、なんかごめんね。サッカー部のマネージャー、ほんと？マネージャーしてそう、うん、バリバリ運動部なんだよね。ゆきやしありがとう。サッカーより、野球の方が得意なの？女子サッカー部じゃない、違う、普通にあの合同だったよ。ボールになるからしゅ、え、なんで、ハートありがとう。高校時代県大会強い、すごいじゃん。ハナもね、バレエはそこら辺まで行きました、中学。ハートありがとう。このチームコン中は泣いてないですよ。ソフトボールですか？なんか熊崎さんの真似。ピッチャー投げるよーって言ってましたよね。言ってませんでしたっけ？ピッチャー投げるよー。そう、男の子に混ざってやってましたね。野球下手だったの？まあさ、野球とかって難しいよね。だって動いてるボールをさ、物で打たなきゃいけないじゃん。あ、そう、劇場版未完全。そう、未完全、未完の味方で。いっちゃー投げるよー。かわいい。
半袖でもいいと思うよ。うん、それまでに中坂さんとお話しできるようになるまでにサッカーの知識をもう一回思い出さなきゃ。うん、うん、自分の体できるじゃん。でも野球とかってさ、棒に当てるんでしょ、だってバットに。野球むずいよね。こんばんは、あ、どうもありがとうございます。そうそう、棒ちっちゃい、そう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 、野球の方が簡単だった。ほんと、ハゾーもありがとうございます。みゆちゃん本格的だったね。後ろから結構走り込んでみたいな感じだったよね。ふんふん、ね、坊主言い方よくなかったかも、バット。ごめんなさい。卓球そんな得意じゃないかもしれない。なんか私本当にラケットとかに当てるのがめっちゃ下手なんですよね。アスリートっぽい。本当？キュンキュンラブリー。野球は特に気を…そうだよね、相川さん。あ、そうなんだ。でも可愛いね。エビフリアもうほとんどない。尻尾食べる派、みんな。ハナは食べる派。テニスも習ってたよ。あららら、ら岐阜面でサッカー得意なら、うーん、頑張りたいです。テニスは習ってたからできますよ。ラケット系だからバドミントンとかもいける。練習時に憧れあります。2個食べちゃう、ね、うん、尻尾おいしいよね、わかる。何が濃い？うん、何かさ、でもさ、エビフライの尻尾の成分がさ、なんかゴキブリのなんか羽の成分と一緒みたいなよくあるじゃん。そのところはやってない。卓球経験しなきゃテニス全然…あ、そうなの？まあ、だいぶ違うもんね。テニスで捻挫したことあります。マジ？チキン室…キッチン室っていうの？うん、残さないですよ。いや…いや…え、でも逆に考えたら私たちが食べるものなくなった時にあのゴキブリを食べればエビフライの尻尾を食べてるのと同じってことですよ。わかりますか？だから生き延びられるってことです。 FC ギフのこと少し…うん、頑張る、ありがとう。そうだよ。他の虫…なんでなんでなんです。テニスは中学生の頃から初めてしていました。めっちゃテニスできるじゃん。じゃあ天才、天才でしょ？ほんじゃの？え、なんで上を選ぶ？なんで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 ？え？卓球大会2回しました。そう、楽しそう。確かにじ、そうだよね。私は学生。すごい、かっこいい。ファストフォーブ。って感じ？ハナと同棲したらジーデーとも、いや、私はね、退治はできない。けど、だから本当に、本当にもう何か食べないと生きていけない。もうマジで死ぬってなったらゴキブリでも食べるかもしれない。食べたくない。キュンキュンラブリー。ダメの方もありがとう。え、ゴキブリってそんなに汚いのかな。もう汚いか。こんばんは、こんばんは。チラッハンドありがとう。ピッチャーってシリンのジャンプめっちゃかっこよかった。ジャンプですか？テニスで対決する？してみる？栄養高くて面積的に。ちゃ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 、洗うの。そう、昆虫食、そう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 。
それな、火通せば大丈夫そう。大丈夫そのごめんね、セールで売ってるやつは綺麗。あ、そうなんだね。え、でもなんかさ、よくさ、カメレオンとか食べてるの見るんだけど、てかさ、あのなんだっけ、カメとかがさ、サボテン食べるの見るの好き。サボテンは全然違うけどさ、トカゲとかがさ、そこら辺のは食べないです。実物はじゃ可愛かった。本当ありがとう。ピッチャーむずね、こんにちは。のな、見たかったですか。わかんないよ、明日も同じのやるかもしんないし、わからないですよ。結婚してありがとう、ハートありがとう。結婚していいよ、いいよいいよ。昆虫類で餌でレッドローチ。あ、そうなんだ、やっぱ餌だよね。時々詩人とき、あ、言っちゃダメか。何二度目のお参りだ。サボテン食べ、サボテンスープすごいね。明日も、あ、見に来てくれるの、ありがとうね。アピールして。テレビでよくやってる何料理ですか。締めのラーメン食べて、え、ごめんなさい。動物のモグモグシーンは何で、え、それな、わかんないよ。え、舞子さんが褒めた話はわからないです結局。いや、どうなんでしょうね。ジャンプってここ、感じですか。でもさ、ヤーニャンのダンスは本当にすごいよね。普通に練習の時からヤーニャンだったけど、え、か、あ、わかりました、セイタンティー、わかりました。今日泣いてない、成長した花の見えて父親の気分、ありがとう。そうそう、金魚ラブリー、そうだよね。いや、頑張ったつもりだけど、私もあそこもダサくなるんだよね。お疲れ様、今日見に行ってお話のこと、ありがとう、ありがとうね。ここか。ジャンプは読むの？じゃあ比べてないですよ。ヤーニャンすごいなってだけ。ヤーニャンとか、あ、じゃあ昨日も今日も泣いてないですよ。明日も泣かないです。十二期でヤーニャン。みんな上手ですよ。なのに早く会えて、大晦日当ててください。バージのアマゾンで毎朝ピレニアスープ、すごっ。今日のダンス足開かなかったらどうだったかな。みんな見てくれた方たちは、私は足を開いてましたか。はなちゃん生で見たけど可愛いこと確認できました。ほんのよかった。ジャンプ読む、2日連続で涙がでんでん、はぁ、いや、ないやんって成長したね。ありがとう。経験者はそうだね。全員が飛んでる瞬間の主人が赤身、かっこよさそう。でも私だけダサいポーズとかになってそう。花ダンス勝負し、いいよ。そんな自信ないけどね。そうだね、ゆうにゃんはなんか、私の大学の友達がゆうにゃんと同じ高校だったので、こないそうで、なんかユーニャンのダンスを見たことがあるみたいなので、なんかユーニャンのダンスの動画を撮ってて、友達がそれを見せてくれたんだけど、結構前の方にいた。かっこいいよ、足の開き方で。いる、ハトマリエット、星ありがとう。負けないですか、チラさんなら。東海でダンスショー。え、しないです。テーテで見たかった。テーテないのか、撮ってないです。それとか、そうそうそう、あるんだよね、びっくりした。だからその友達になんか言ったのよ、花が。そしたら、そういえばヤーちゃんもいるよねみたいな。うまっ、うん、かいに、ありがとう。抜けんのボロ、ありがとうございます。もう、うん、
やっとこえた。こんにちは。うん、だるままありがとう、初見さん。取ってないか、手で。ねえ、顔ブザイクに映ってそうだから嫌です。うん。本日二つ目のお弁当なの。終わってるよね。もうなんか。うん。ミケロケシありがとう。ハナナの何が好きなの？あのね。でもまあ安心して。後ろの方もの方が多いかもしれないけど、前の方に来る時も絶対1回もあるから。やめてありがとう。2回目の夜ご飯。そう、最悪。だんだん元気な。ほんとだね、ご飯ってすごい。ご飯ってすごいね。おいしい。配信時間確かに。あ、もう11時か。買おう。うん、なんかお昼用のお弁当一個食べて、うん、こんばんは。何配信。うん、全部食べれるか分かんない。お米が全然減らない。メンチないじゃないですよ。前に来た時だけは分かった。明日 K2 来ますか。え、みかん食べる。お揃い。やっと初めてパフォーマンス見れるのが嬉しい。ハナもありがとう。ハナも見てもらえるの嬉しい。シュアの鍵でずっとしてた。ハートありがとう。しっかりゆっくり食べて。ありがとう。ハートありがとう。行くよ。じゃあ楽しみにして。え、夜に2個食べたって。だからお昼用のお弁当をお昼に食べてなかったから、なんていうの、夜に食べたの。終わった後すぐに7時半ぐらいに食べて、今食べてるのこれ。柿いいなぁ。お揃い。泣き、入場順が遅くて泣いてるの。大丈夫だよ、ペンライトって光ってるから見えるの。抜け抜けしありがとう。そう、みんな今日私が送ったみたいにビビットの8とビビットの10だったかな、ペンライトの色持ってきてね。でも結構なんかお腹いっぱいになってきちゃった。ごめんなさい、しようかな。うー、こんにゃく生活戻りますよ。それな、こんにゃく生活また再開しなければ。でもこんにゃく生活もいいんですよね。テレビメール作ってみた。あ、ほんと。そうそう、ビビットの8とビビットの10。あ、まんまになっちゃうよ、ほんと。情報ありがとう。いえいえ。終わろうかな、配信。お風呂入らなきゃいけないし。そうじゃん、 K2 の皆さんと明日は。いやー、ハッピー。甘めのマニアック情報もお待ちし。はーい、はい、ゆっくり休みます。そう、明日は感想が言えるので、ようやく。なのでちょっと終わろうかな。頑張る。明日もお休み。お休み、寝てね。岡本彩香さん、お話ししたい。
オープニングアクト最終日楽しみます。え、そうだよね。ハートありがとう。職場インフルかなんか流行ってんだよね、コロナか。泣くいっぱい。うん、一緒に寝る。二度目の方もありがとうございます。うんだよね。じゃあまあ明日皆さん来てくれる方は楽しみにしててください。そうです。ルカさんとお話できたらいいですけど、わからないです。できるかどうか。それでは皆さんまた明日ね。まえちゃん飲みすぎて大きくなるの疲れてる。ありがとう。じゃあねー、また明日ねー。おやすみ。あって壇上読んでない、壇上読まなきゃ、忘れた。さあ壇上読みましょう。壇上壇上壇上。はい、13位。あ、ちょっとやばいやばいやばい。13位、ポチャコありがとう。12位、黒猫ちゃんありがとう。11位、メロンパイヌありがとう。10位、あ、かわいいくるみちゃん。あ、そういえばアイコン変えてもいいよ。アイコン変えてもいいからね。9位、なんだこのアイコンは。女の子、犬の女の子、犬の耳がついた女の子ありがとう。8位、カズラありがとう。7位、石黒さんのアバターの方ありがとう。6位、ピンクの枠の黒猫ちゃんありがとう。5位、テニスボールありがとう。4位、女の子ありがとう。3位、カニラスカルありがとう。2位、パンダありがとう。1位、キョミユーコありがとう。うん、あ、めちゃ情報単位なんで、どういうことどういうこと。あ、フォローありがとうございます。こんばんは、ありがとうありがとうありがとうね。じゃあ本日はちょっと終わります。じゃあね、また明日も頑張るので、ぜひ来てくださる方は、うん、強く生きようね。そうだね、配信嬉しさ。おやすみ。ちょっと眠たくなってきた。おやすみ、バイバーイ。返信待ってるね。明日配信します。お、ありがとうございます。フォロワーさんありがとうございます。またね、明日ね。おやすみ。早くに、おやすみ。